こんにちは。新潟市美術館の星野と申します。これから新潟市の学芸職美術館の仕事について説明いたします。はじめに自己紹介をします。私は千葉県出身です。大学卒業、大学院修了、修士まで取得しています。在学中に留学経験してまして、学生時代は人類学や美術史学、社会学を勉強していました。その中で美術館の学芸員になりたいなというふうに思うようになりまして、関係のある学外の活動として博物館実習を学芸員資格を取得するために行いました。また美術館でのインターンや美術・文化財関係のアルバイトも行いました。就職先として特に公立の美術館学芸員になりたいと思うようになりましたし、それが自分に向いているのではないかという思いを深めていきました。大学院まで進むと研究職という道も視野に入ってきますけれども、自分のやりたいことに比重を置くだけではなくって、その公立ならば自治体や町、そこの人々の要望、その人々とのバランスを考えながら仕事をするというところが自分らしいかなというふうに思いました。そしてさまざまな美術館への就職活動を行ったんですけれども、2011年に新潟市役所に入庁し、新潟市美術館に配属されました。2012年10月、1年半経ったところで文化庁美術学芸課と当時いう名前だった課に行政実務研修生という立場で派遣されることになりました。派遣中は重要文化財の公開や指定等に関わる業務を経験しました。2014年4月に新潟市美術館に戻ってまいりまして、現在までここに勤めております。次に組織位置づけについてお話しします。画面左手の枝状の組織図をご覧ください。新潟市にはたくさんのさまざまなことを行う部署がありまして、その中の文化スポーツ部という部には文化やスポーツに関する課が、たくさん連なっています。その中に新潟市美術館と新津美術館が位置しています。上から3番目のところです。新潟市美術館の中の組織をより詳しく見ていきますと、トップに館長が、1名いらっしゃいます。学芸員を経験されたことのある方です。その次に副館長、市役所の課長職にあたる方が1名いらっしゃいます。以下総務係、学芸係がそれぞれ在籍してるんですけれども、この総務係は、副館長もそうなんですが、新潟市に一般行政職で入庁された方がこちらに配属されていらっしゃっています。また、黄色いところが学芸係、私のいる場所で学芸員が6名在籍しています。この13名で、が中心のメンバーで力を合わせて仕事をしているんですけれども、これだけで回っているわけではもちろんありません。外部に委託契約するという形で警備員の方、受付展示室監視員の方、空調機械制御管理の専門の方、清掃の方、などなどの方と協力して美術館を運営してますし、カフェやミュージアムショップの営業も外部の方々にお願いをしてこちらでお店を開いていただいています。左手が新潟市美術館建物です。1985年に開館して今年で36年目を迎えようとしています。
向かって右側が新潟市新津美術館で、人事的な移動や交流のある美術館です。1997年にこちらは開館しています。次に学芸員の仕事の概要を説明したいと思います。学芸員の仕事は博物館法に定められているところですけれども、大きく収集、保存、調査、研究、展示、教育普及5つの仕事があります。新潟市にとって、新潟市美術館にとってこれらの5つの仕事がどういうことなのかを考えるのが、新潟市の学芸員の仕事だと思っています。新潟市美術館では、これを5つの運営方針として具体的に掲げて活動しています。1つ目は発見する美術館、2つ目は学べる美術館、3つ目は生きている美術館、4つ目はつながる美術館、5つ目は信頼の美術館です。個別の具体的な部分は当館のウェブサイトでもご覧いただけます。またそれぞれの全国の美術館が運営方針を掲げていますので、共通している点や違う点を比較したりしてみると、その美術館の個性がよく見えてくるのではないかなと思います。5つの仕事を先ほど掲げたものの一つ一つをご紹介していきたいと思います。1つ目は収集です。新潟市美術館には現在4895点の作品が所蔵されています。集める、収集するテーマは3つ。新潟の昨日、今日、明日、19から20世紀の美術、21世紀の主に国内の美術です。この中でも新潟の昨日、今日、明日、つまり新潟にゆかりのある作品を集めるという、この部分での収集の数が約2600点と半数を超えています。また別の切り口で4895点見ていきますと、ジャンルでは絵画や版画、彫刻写真などなどいろんな作品を所蔵していますが、絵画が約2400点と半数、次いで版画が多いというのが特徴です。またこれらの作品を集める方法としては、購入が約2200点、また市民の方々からご好意で寄贈いただいたものが2500点近くとなっております。参考までに新津美術館の所蔵のテーマ、収集のテーマもここに示しました。現代のマスカルチャー、新潟地域ゆかりの美術を掲げています。やはり新潟とどのような関わりがあるかというところを重視しているのがわかると思います。次に調査研究について説明します。調査研究というと、一人きりで机に向かってこもって調べているようなイメージがあると思うんですが、その調べた先に誰がいるか、何があるかということをはっきり考えておくのが大切なことです。より言い換えるならば、今に未来に伝えるために調べる、調べを深めるということになるでしょう。具体的には、作品を集めるために調べる、展示するために調べる、保存修復するために、教育普及で紹介するためにといった目的があります。そしてそれを表に公表して、周りに還元することで、それが新たな知見となるだけでなく、こんなことがすでに分かっていますよとか、こんな資料がありますよという新たな情報が入ってきます。それをまたさらに調べて深めて公表してという、このサイクルでこの仕事は成り立っています。画面下の写真は、
例えば例ですけれども、新潟市美術館の所蔵品の、うちのある一点の額の裏を示した写真ですが、たくさんラベルのようなものが貼ってあるのがわかると思います。こういう額の裏の情報までも丁寧に読み解いていくと、そのさらなる研究が深まることにつながっていきます。次に保存についてお話しますと、これは作品や建物を守る、もっと言えば弱点を知り予防をするということになります。2つの例を写真によって示したいと思いますが、画面左手の写真、床に置いてある白い紙でできた箱のようなもの、これは、美術館を外に向けて開けている限り避けることのできない外部からの虫の侵入、その虫が作品に悪さをしないように、どんな季節にいついるのか、どんなところに多くいるのか、あるいはいないのかといったことを調べるための調査を定期的に行っていますし、その下、青い壁にかけてあるものは温室時計、その隣の4人の人が覗き込んでいるのも温室時計ですね。この温室度の管理ということが作品を守る上で重要な要素、環境作りに大切なことなので、これを毎日ルーティンで見て、何か異常があった時にすぐ気づけるような体制作りをしています。その上、額に入った絵がスポットライトに当てられている写真と、人々が、天井のライトを見上げている写真があると思うんですが、これは、2015年に大規模改修をした時に、照明を交換する工事を行った時の参考の写真です。照明を最新の LED に変えるという工事を行いました。これによって、古い施設ではありますけれども、現代の最新の技術を取り入れた環境を作って、作品にとって、あるいは鑑賞をする人々にとって優しい展示空間作りというものを心がけています。建物を守るというお話を先ほどしましたけれども、美術館、新潟市美術館にとって特徴的なのは、建築も作品だということです。その個性を強みとして生かしていくということに私たちは力を注いでいます。画面右手の黄色い壁に写真がかかっている、パネルがかかっているのをご覧いただけると思いますが、これはこの建物を建てた新潟市出身の昭和の代表的な建築家、前川邦夫について伝えるコーナーです。こういうパネルを設置したり、あるいはお客さんに手に取っていただけるパンフレットを作ったりして、この建物が、とてもいいものであるということをいながらなしで感じ取っていただけるような工夫をしています。また隣の新潟市美術館というロゴマーク、フォントのデザインされたものをご覧いただけると思いますけれども、これは2012年に私たちがデザイナーさんに作っていただいて選んだこの美術館のロゴです。36年経ってる建物で、古いという部分もあるんですけれども、そこに現代的な要素をこうやってロゴとして加えて壁につけたりもすることで、私たちらしさ、新潟市美術館らしさのアイデンティティをよりはっきり打ち出していこうという取り組みもしています。次に展示の仕事について説明します。学芸員といえばこの仕事というふうに思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。今まで収集や調査研究で、取り組んできた成果を広める場であると考えています。それによって他の方々、他の美術館とつながる大事な機会です。
具体的な仕事としては、画面の中央に映っているのが展覧会のチラシの例ですけれども、こういった美術館の活動、展示活動を普及する、広報するための印刷物、図録やチラシやポスターなどを制作したり、そして画面左下に具体的に展示室が、写真がありますけれども、展示空間を考えたりしていきます。私たちだけで展示するのではなくって、専門の業者の方々に協力は多いで、一緒に、安全に作品を扱いながら展示していきます。もちろん安全性ということが第一ではありますが、作品がどうやったら格好よく見えるのか、生き生きとして見えるのか、お客さんにとって楽しんでいただけるのか、その演出を考えること、それはとても難しいことですけれども、特にやりがいを感じる部分だと思います。時によその美術館から作品を借りてくることもあります。その時は、美術品を運ぶ業者さんのトラックに乗せていただいて、一緒に美術館まで取りに行ってお預かりしますという気持ちで作品を借りて大切に運んで持ってきます。最後に教育普及についてご紹介します。これまでの美術館のさまざまな活動について、展示とはまた違う形で伝え広めていく、そんな仕事です。それによってさまざまな人と人、人と美術をつなげる、つながっていく活動です。とても可能性のある仕事だと思っています。写真の画面左手の上に示したように、レクチャールームで学芸員や専門家の方が解説をする、そういった機会を設けたり、あるいは画面の右下の方で何か作ってるのが分かると思いますけれども、専門的なプロの作り手の方々を呼んできて、市民の方を募集して一緒に作品作りをするワークショップを行ったり、あるいは他の2枚は美術館の建物を使った教育普及プログラムの例です。建物の特徴を生かしつつ、それを十二分に味わっていただくための教育普及的な活動を考えて楽しむ、それもそういう内容を考えるのも学芸員の仕事ですし、それをコーディネートして参加者の方々が一体になって楽しめるようにしていくのも学芸員の大切な仕事です。最後のスライドになります。さまざまな仕事の内容を説明してきましたけれども、一番大切なのは私たちが誰とつながっているか、誰に支えられているか、それを考えて仕事をするということに尽きると思っています。具体的には市民の方々ですね、来館された方々、あるいは美術館をサポートする協力会として登録してくださっている方々、そしてもっと言えばまだ来たことのない、これから美術館に来られる方々に向けて魅力的であるものを行っていく、また、専門家や専門の業者の方々と手を取り合って、私たちだけでは至らない部分がたくさんありますから、アドバイスをいただきながら活動の幅を広げていくことも大切だと思っています。例えば例としてミュージアムショップにはルルルというショップさんが入ってくださってますし、カフェも木陰カフェさん、ベーグルのカフェが営業に入ってくださっていますが、こういった方々も一緒になって巻き込んで美術館を魅力ある場としていくことが大切だと思っています。それから近隣の施設ですね、この美術館のあるエリアの文化施設などが集まった偉人池の会という会であったり、新潟県内にある公立美術館の横の連携を行う新潟アートリンクだったり、そういった、似た活動を行う方々でグループを作って互いに手を取り合いながら自分だけではできないことをやっていく、そういう取り組みもしています。
そしてもちろん国内外のさまざまな美術館とつながって仕事をしています。遠いところに目を向けますと、100年後を生きる人々にとっても今やっていることが新潟市美術館がかけがえのないものであるようにということを考えて仕事をする、まあ、いろんな仕事がありますけれども、全てそういう観点で仕事をしていくことがとても大切なことだと思っています。以上で説明は終わりとなります。もしご関心を持たれましたら、新潟市美術館のウェブサイトや Facebook ページなどもご覧いただければ参考になるかなと思います。またよろしかったら美術館にも遊びに来てください。ご清聴ありがとうございました。